今日はこの暑い中お越しいただいてありがとうございます。どうも。はい、まあ残すところあと1年、まあ正確に言うと1年3ヶ月なんですが、まあね、まあ何度も繰り返してるんであまりそこのところには触れたくはないんですが、まあ自分でやり残したことは何だろうなって考えたときに、まあ世界は広いけど日本も回ってみると広いくて、ゼロワンでやってる超花火というので、地方をずっと回ってるんですけど、そんな中でいろいろ気づいたことは、プロレスっていうのは大衆文化としてはすごくやっぱり根付いてるなっていうのを非常に感じまして、力道山時代から馬場さん、猪木さん時代、僕らの時代というように 脈々とこう、なんていうのかな、大衆文化としてやっぱりきちんとしたこう立ち位置っていうのは、それは確かに時代の流れとともにもうやっぱりね、EU がイギリスが EU 離脱となればこう円が下がったり上がったり、これはもうしょうがないことで、これ世界の情勢の中で上がったり下がったり上がったり下がったりする、プロレスもそうですけど、こうずっと上がったり下がったり上がったり下がったりを繰り返して、その中でも一生懸命生きて、やっぱりしぶとく生きるということがやっぱり時代じゃないかなと思って、はい、まあ今回ですね、新しくですね、まあ、爆破エンターテイメントという、ファイアープロレスというですね、新団体でですね、ぜひ地方を回ってみたい、そしてまた新しい息吹をですね、まあ基本的にはまあどこまでやれるか分かりませんが、まあやってみたいなと思ってですね、ゼロワンで先ほど言ってました、ゼロワン超花火でいじめ撲滅地方創生という、すごく感動する、まあ内容的にはここに書いてあるんですが、はい、地方でもですね、70歳以上無料、小中学生無料にしてるんですが、すごくおじいちゃんおばあちゃんというのはプロレスを見に来るんですね。なぜかって考えた時に、やっぱり時代によって、その力道山時代、馬場さん、猪木さん時代というふうにすごい好きな人っていうのがたくさんいまして、その人たちが熱狂する姿を見た時に、あ、プロレスっていうのはそういった部分で大衆文化としてきちんとした確立されたものがあるんだなって、そしてはまたその親たちがですね、その親たちが子供を連れてくるわけですね、自分がプロレス好きだったもんで、その子供たちがまた熱狂している姿を見るとですね、あ、僕の時代じゃなくてもその次世代に対して次世代の不安を解決する、不思議なことにですね、1990年の時にプロレスがブームになりましたよね。そのブームっていうのは1980年代に子供たちがですね、やっぱプロレスを親から見せられたり、いろんな部分で見て1990年代に爆発したということがありますんで、やっぱり不安も開拓していかなきゃいけない、まあゼロワンの大谷さんが継承しているように、僕も3年以上ずっと共にして地方創生いじめ撲滅というスローガンのもとにやってきたんですが、ぜひパクったと言われればパクるんですけど、ぜひ僕もですね、その中で賛同しますんで、はい、地方創生いじめ撲滅という大義名分の中で僕もファイアープロレスをやっていきたいなと思ってます。ややこしくなると申し訳ありませんので、一応僕はこの爆破
ゼロワンの超花火も持続的に続けていくつもりですので、はい、それで FMW に関しても続く限り参加していきたいなという、まあ残り少ないですから、残り少ないですから自分のプロレス人生の中で集大成を作ってみたいなって、自分の世界、本当の自分の世界を作ってみたいなと思いまして、はい、一応正式に株式会社にし、はい、ファイアープロレスという新団体を設立しようと思いまして、はい、FMW という団体を平成元年に旗揚げした時に僕考えまして、まあいろいろ貧縮もあったんですが、今は普通の時代になりましたが、はい、女子プロさんにいろいろですね、偏見の目で見られたこともあったんですけど、うん、今は普通になってしまって、男と女性とですね、女性と男性がですね同じリングに上がるっていうのは普通になってしまったんですけど、いつから普通になってしまったのかよくわかんないですけど、はい、大ブーイングを浴びながらですね、大ブーイングを浴びながら女性のリングに上がったりなんかしたんですけど、不思議なことに何ですかね、時代が変わるとね、時代が変わるとなんか人も変わるみたいな、不安の認識も変わってしまうという、今は通常の時代になってしまったんですけど、ぜひ協力してくれ、先日お会いしていろいろ話をしたんですけど、やっぱり不思議なことに天竜バカのリングに入ってみないとわからない世界がありまして、はい、偏見で見られるんですけど、どうしても天竜バカというものを、電流バカーのですねリングに井上京子さんとですね川崎市体育館でですね、はい、戦った堀田さんといろいろ女子プロの未来、そしてまたいろんなことを話し合いまして、はい、まあぜひ僕は女子プロのですね責任者になってもらいたいということを要請したら受けていただきまして、はい、まあ堀田さんを紹介いたします。はい、堀田由子です、よろしくお願いします。今お話にありましたように、私は大内さんと接点が本当に全然なくて、初めてお会いしたのもその1年半前のその電流爆破を私が井上京子とやった時に初めてお会いして声をかけさせていただいたという、それからこの間そういうお話で一回会食させていただいて、そしたらなんて熱い方なんだと、はい、今まで本当、まあ、女子と男子の違いなんですが全然接点がないところで、あ、こんな熱い方がということで、ぜひ私もご協力できればと、あとはやっぱり地方を回ってこう大仁田淳という名前に乗って女子プロレスのいいところも、今やっぱり女子プロレスというものが低迷していまして、地方にもなかなか行けない状況で、その中でこの大仁田さんの名前をこう利用して女子プロレスもこういいところを見せれればなというのが私の狙いでもあるし、やっぱりそのこの熱さというか、やっぱ大仁田さんの自身のこの熱いもの、ファイヤーというものに私もこう共感を持てて、ぜひ一緒にやっていければ、盛り上げていければということで、ご協力をさせていただきたいというふうに申し出ました。なんか堀田さんにご質問がありましたら、あ、ないようですので僕の方から、あ、どうぞ、はい、女子の方は具体的にこうどんな選手をこう声をかけたりとか、どんな形でこうやっていこうという今プラン、現在現段階で考えていらっしゃることありますか？そうですね、やっぱり私のその
昨年一昨年ですよね、その電流爆破というその中に入リングの中に入った時に本当にもう31年、今年32年目なんですが、初めてもう泣きました。私こんな怖いものがあるのかっていうぐらい、もう本当に泣きながら私その中で試合をやった時に、なんか終わった後になんかすごいその感動というか、あのその違う涙というか怖いというよりも感動のなんかこう涙というか、そこでまあ井上京子と私は結構こうバチバチやってたんですが、こう私たちにしかわからないよねっていう、なんかこうそういう、うん、気持ちというか、なんか心からこう溢れ出るものというものが感じて、はい、その感動というか何ですかね、気持ちをこう若手の選手にも、うん、こう体感してもらいたいなという、体感してもらって、それをこうお客様にこう何かこう表現できればいいなっていうところで、まあ、若手の選手とかいろいろ今旬な選手とかもいろいろこう、はい、このファイアープロレスの中に取り込んでいきたいなっていうのは私の目論見であります。女子の方は純粋な女子の純粋な女子プロレスで見せるのか、それともあの電流爆破の方も考えて。そうですね、もう本田さんが言う何でもありちゃうという、はい、もう何でもありですよって本田さんって言われた時に私結構気が楽になったんですよ。あ、そうなんだって、何でもありだったら何でもありでやっちゃっていいんじゃないかなっていう、はい。すみません、プロスポーツも変化し日々進化しまして、10年前とは全く違う世界になってまして、僕は思うんですけど、ボクシングの世界、格闘技の世界においても昔は一種の偏見があったんですけど、女子がここまでやっていいのかっていうのがあったんですけど、もう電流爆破に関しては長野選手、ダンプ選手、それから堀田選手、それから井上選手というふうにもう4人も電流爆破の中に入ってるわけですから、僕としてはですね、ぜひぜひお願いしたいのはですね、はい、堀田さんに爆破女子をですねぜひ育成してもらいたいなと思って、まあ僕の務めはそれを伝授することですから、ぜひ爆破女子というのをですね、はい、それに耐えられる体力とですね、魅力を持った選手をですね、ぜひ作ってもらいたいなと思っております。はい。まあここに概要が書いてあるもんですから、ただ読む必要もないとは思うんですけど、何かご質問がありましたら、はい、堀田さんと僕に、はい、質問していただけるとありがたいんですが、堀田さんがこの診断体の代表ということになるんですか。ああ。会社運営的には僕は選手代表でして、はい、所属、はい、この所属ということになるんですか。はい、所属ということになると思います。はい、本田さんだけですか、今のところ所属。うん、抱えてもしょうがないですからね。やはりそれで地方においては地方のインディー団体、うん、申し訳ませんが、今のインディーがあるのはやっぱり FMW の成功だと思いますので、うん、そういった部分でインディー団体のルーツっていうのはオニタチだと自負しておりますので、そういった部分ではね、ぜひうちらのリングに上がってもらいたい、はい、今すみません、選手を抱えても経費がかかるだけですから、はいはい、その余計な経費はいらないものですから、はい、ぜひ。それでやっぱり堀田さんにやってもらいたいのはやっぱり面白い試合を提供してもらいたいですね。はいはい、ぜひはね、堀田さんにはパンダともやってもらいたいし、はい、いやね、うん、僕もやってもらいたいと思うし、はい、あとの畑が8月26日になってます。はい、8月26日、リファー有明で、はい、畑のカード的なものと、あと今後どのくらいのこうスパンで興行を打っていく予定なんでしょうか。9月は入ってないですけど、10月から九州、全九州を回ろうかなという、はい、何戦ぐらい予定を
今のところ全7試合、九州だけで全7試合が8試合ですね。はい、いや、まあ、それまで試合が入ってるもんですから、まあ、基本的にはファイアープロレスは8月26日リファー有明で旗揚げしてから10月シリーズに突入しようかなと、地域限定で行こうかなと思って、九州なら九州、四国なら四国というふうに、はい、限定していこうかなと。はい、大田さんの対戦相手的なものはどういう選手、まあ、通常矢口選手はいろいろね FMW の選手っていうか、通常大仁田工業で戦ってた人たちとも戦いますが、まあ、いろんな UWF もいますんで、うん、基本的に8月26日に考えてるのは、8月26日の旗揚げに考えてるのは、まあ、はぐれ大仁田軍対はぐれ IGF というこの図式で戦おうかなと思ってますんで、まあね、挑発的に、はい、僕も挑発したと思いますが、あっちも挑発してくるものですから、はい、VS、うん、はぐれ IGF という戦いが一番いいかなと思っておりますので。はい、超花火とか FMW ってなんか差別化みたいな分かりやすいものがあれば、まあ基本的に電流爆破とか、その僕が考え出した四面のやつだ、鬼棒だ、いろんなのありますんで、それ全部ひっくるめた、爆破が極力できるところを選んでいくという、はいはい、消防法の関係で今回も岡山で時間がかかったもんですから、はい、やっぱり極力そういう地域、それで体育館、外の野外プロレスに関しても、その消防法が通るような場所を選んでいくという、はい、うん、まあ簡単に言うと全国爆破ツアーという、はい、その趣旨がファイアープロレスだと思いますので。まあ、こういうことを言うと嫌われると思うんですけど、で堀田選手にはぜひですね、電流爆破鬼棒を持って女子プロの全団体に行って追い受けるよみたいな、そういうこともやってもらいたいなと思うんですけどね。まあ波風が立ちすぎると思いますけど、僕そのくらいのことをやってもらいたいなと僕は思ってますけどね。はい、大胆に来てもらいたいですよ。はい、他にご質問がありましたら、はい、すみません、話戻るんですけど、はい、カブレ大仁田君というのはカブレ的にはいや UWF とされている FMW と同じカブレでなんですかね。はい、今はそのネタを振られると辛いんですけど、はい、何十年もの次のネタにしようかなと思ったんです。何十年も僕の歴史の中でジュニア、これを言うとちょっとバレるもんですから、僕の歴史の中でこの人とは一回タッグを組んでみたい、戦ってみたいと思う人がオファーがあったもんですから、アメリカの方から、はいはい、ちょっとそこは喋れないということで、次のネタということで、ありがとうございます。はい。こうちゃんも鋭いこと言うね。まあアメリカの方からオファーがあったという、はい、ことだけ書いておいていただければありがたいと思います。まあ僕の歴史の中で、この人は忘れられないなという人ですから、はい、この人を忘れちゃ僕の歴史は語らないという人です、はい、
女子プロって低迷してるんですか。はい、そうですね、一時のそのブームからなかなかこう這い上がっていけないというとこですね。まあ、ロシー岡田がやってるなんていうやつあれ、スターダムです。スターダム、はい、スターダム、はい、やってるじゃん。ですよね。でもなんですかね、こうなんかもっとこうどういう風にやりたいんですか。海外人を集めてやりたいのか、ね、まあ僕はきちんとした定義がないと絶対ダメだと思うんで。はい、そうですね、はい、なんかそのぶれない方がいいですよ。はい、やっぱり激しさと女子でもやっぱ戦いっていうものが見せれればと思うんですけど、今やっぱりこう若い子が多くて主流で、そのなんか可愛いとかこうファッションを見せるようなプロレスが多い中で、やっぱその中でもその戦いっていうものがなんか見せれるものを女子でもできるというところを主張はしていきたいなと思っています。まあ、一応今後どうなるか分かりませんが、ファイアープロレス、ファイアープロレス、旗揚げ8月26日リファ有明で旗揚げしてですね、まあ僕がね去った時にあるかどうか分かりませんが、僕が去るまではファイアープロレスがあるという、そしてまた FMW さん、そしてまたゼロワンさんの超花火にはぜひ協力関係でやってもらいたいと僕は思っておりますので、今日はどうもありがとうございました。